あれはねえだろ、ありゃいつもよか肌色少ねえじゃんかよ。分かってろよバカ野郎。露出は高ければ高い方がいいに決まってんじゃねえか。悔しい？味はともかく食った食った。この言い方なんかムカつく。やっほー、みんな楽しんでる？あらまあ、いつもこんなのか。ああ、誰かあの色猫持ってってくれ。なんなのあいつ、やる気なさすぎよ。大丈夫システィ？これは癒しが必要だわ。ったく、なんで錬金術ってのは着替える必要が。あ、だから俺はこの光景を目に焼き付けた。それで何しに来たんだ？ああ、うん、服をな。エプロンと白シャツ着るやつか。よし、うん。おい、侍女か、侍女なのか。ああ、そうか、恥じらいか。そうだった、エッチ。え、恥じらいだから服めくんな。中で着替えろ、中で。あ、そういうことか。服のボタンが止められない。そのままでいいだろう。じゃあ、これ、うん、持ってみるか。待って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 、おい、変なことすんな。うっ、なんだ。大丈夫か、タケ？うわー、すまん。あ、そうだな、エッチめ。なんで反応遅れてんだ。あ、そうだ、誓いのキスは、おでことかでも、俺は別に。口にして、夫婦になるんですもの。どうして天井なんかに。出血がすごい。カレンには昔から世話になりっぱなしだよね。いいよそんなこと。わ、分かってるのかみんな。君たちは罪を犯そうとしているんだぞ。あいつら絶対気づいている。今日はいつになく人の視線を感じるような。そしてのんき。でもそこが好き。明かれ、早く。なんとかこいつらを巻いて人気のないところでやんわりと指摘しないと。奏さん、いいところに。茜、あんた本当にスカート履いていなかった。ああ、それで今日はやたらと視線が。登校中監視カメラを避けたらスカートを仕掛けて破いちゃったの。それで途中で短パンに履き替えたってわけ。決まってるでしょ。ほら。どう見ても下着でした。こら、とんかつ。君がちょろちょろするから道に迷っちゃったじゃない。あげるよ。違うわよ。関節と直接どっちがいい？なつてーなー。無理に決まってるじゃない。怖いもの。無理よ、怖い。よし、もう一回だ。あやの、もう一回行くよ。むしろ気持ちいいね。この服はやっぱり私には似合わないんじゃないか。わあ、そんな出し方する
初めて見た。とても似合ってるわ、うん、でもこの込み上げてくる気持ちは何かしら。私もいると思います。今兄は恋をしてます。何言ってんだケイちゃん。あの人でしょ。誰それはハーサカっていう人です。お兄はハーサカって人に恋してます。ちょっと洗面所借りますね。いた。え、会長がハーサカ君と。え、もう誰かお風呂入ってる。まったくもう、ここの人たちってちゃんと講義に出てるのかな。あ、ミネル先輩、今お風呂って誰が。なんだこの白いの。すみません。これは事故なんです。本当かな。アテナがやばい。え、脱がせてあげる。